どうも、大之助です。今回のテーマは騙されないための心理学。その中でも庶民派アプローチというテクニックについて解説していきます。まあ、あの高級な、あの贅沢な生活をしているセレブだったりとか、お金持ちとか政治家の人たちとかっていうのが。まあ、あの僕たち貧乏人って言って、歯石代じゃないですか。で、まあ、まあ、それは個人の趣味なんですけど、ただ、その一方で。 そういういああ上流階級の人たちが僕たちの心をなんかあの解くために使われているテクニックとして庶民派アプローチってあるんですよねで、まあ、このテクニックをあの理解しておかないと、まあ、あのなんだろう悪徳の政治家とかにあの簡単に騙されちゃったりとか他にもまあちょっと小金持ちの人たちがあの僕たちの,あの警戒心とかのこの人詐欺師じゃないのか、まあ、あの自称小金持ちで実際詐欺師っていう人たちが僕たちのあの 懐に侵入してくるために使ってくるテクニックが庶民派アプローチなんですよね。だからしっかりあの自分の頭の片隅に覚えてお,おいてほしいなっていう話なんですけど、まあ名前の通りあの私たちは別に上流階級の人間じゃなくてあなたと同じようなあの辛い経験をしてますし、庶民と同じような生活をしてますよっていうふうにアピールしてくるんですよね。まあ僕たち人間っていうのは類似性っていう性質があって、あの自分と共通点があるものとか類似性があるものに対して共通あのあの好感を覚えるような性質があるんですよね。というのもまあ僕たち人間っていうのは生き抜くために 自分と共通点がある人間の方が信頼できるなっていう風に思わなきゃいけなかった思う思,思うことによって生き残ってこれたんですよね自分と共通点が全然ない人間だったらすぐに自分を裏切ってきて殺すかもしれなかったじゃないですかだから自分と共通点がある人たちに対してあの勝手に好感を持つように進化してきたんですよねでその性質を悪用しているのが この庶民派アプローチなんですよね例えば、まあ、あのアメリカの大統領とかもあ,のあえて、えー、とハンバーガーをあのマクドナルドとかであのハンバーガー食べてる様子とかをなんかテレビに中継させたりとか,、えー、となんか休日はあの家の隅っこでまき割ってますみたいな庶民と同じような生活をしてますみたいなことをアピールしたりとか、えー、と他にも、まあ、あの菅元首相とかもパンケーキ好きですよっていうようなアピールとか結構有名でしたよねで、まあ、もちろん普通に好きだったんだと思いますよただ、えー、とそういうふうに、まあ、自分はあの結構一般人と同じような生活をしてますよっていうふうに言うとあこの人は はなんだろうなんか自分の得体の知れない生物じゃないんだっていう風に思うことができるんですよね。で人間は変化を嫌うし自分の知らないものは怖いという風に思うんですよね。だから 自分と共通しているところがあるというだけでそれだけで警戒心をほどいてしまうんですよでこれが、まあ、どういうふうにいけないのかというと、まあ、詐欺師たちがあの皆さんも僕たちと同じように金持ちになりますよみたいなことを言って近づいてくるんですけど、まあ、信用できないですよねただあの、自分自身も昔はこういう貧困時代を経験してきてあの本当にあのこういう騙された経験とかもあってあの本当につらい目に遭っていたんですただあの、こういう情報商材を学んであのこういうふうに人生を変えることができたんです皆さんも一緒にあの人生を変えてみませんかみたいなふうに言われたらあ この人も自分と同じような辛い苦しい経験をけあのあのた体験してきたんだだから自分と同じ気持ちが分かってくれるんだっていうふうにあのまあ許しちゃうんですよねでも、まあ、もちろんあの僕たちがあの立場が上の場合にあの下の人たちにあの心を許してもらうというか懐に入るためにはとても重要なテクニック自己開示なんですけどあの自分もあのな完璧超人とかじゃなくてこういう失敗とかたくさんしたんだよっていうふうに言うことによってあこんなに素晴らしい人たちでもたくさん失敗してきたのかじゃあ自分ももっとあの自分のことを打ち明けたりとかあのたくさん失敗を をするたためにたくさん挑戦しようみたいな風にあのまああの下の人たちとの,あの心をつなぐためにも有効なテクニックなんですけどただまあそれを悪用してあの何だろう説得力を持たせてきたりとかあのいらないなんか商品を売りつけてきたりとかする人たちもたくさんいるので皆さんもぜひ僕たち人間っていうのは共通点にあの何だろう弱いんだということと庶民派アプローチをしてきてあの僕たちを巧みに操作しようとしてくる人たちが一定数いるんだということを覚えておいてくださいねという話でしたということで今回は以上